はい、どうも、吉谷です。昨日の夜ですね、ライブやってた時にですね、塾生さんの方からですね、面白い結果報告いただきましたので、シェアしたいと思います。吉谷さん、お世話になります。トップバズのクイズ賞金で4000円の天岐阜いただきましたということで、ペーパルのみでしたが、クイズ天岐阜タイムも追加されたようです。大した情報ではありませんが、ご報告をと。なかなか13問のクイズに正解するのは大変ですと。ここが違うんですよと。LINE の方でいただいたんですけれども、スタンプいただきました。ここが違うんですよって、まあ、昨日の夜ですがね、ライブやってる時に一休さんの話が出たんですけども、はい、ここが違うんですよと。でこちら証拠画像として、アマゾンギフト、通称アマギフですね。アマギフって最初何だのかなと思ったんですけど、アマゾンギフト券の略がアマギフですね。はい、天岐阜で、2000円ということで換金しております。まあ、ドリアカの方にですね、トップバズのノウハウ入ってるんですけれども、まあ、トップバズさんがですね、まあ、たまにその賞金出したキャンペーンみたいなのやります。やったりします、はい。で結局のところ、まあ、この結果報告から僕がお伝えしたいメッセージっていうのが、まあ、結局やったもん勝ちだなっていうところですね。もちろんね、その過程のプロセスとしては13問ね、正解しないといけないっていうプロセスはあるんですけども、結局やったもん勝ちってことですよね。はい、やったもん勝ちです。はい、まあ、ここが違うんですよということで。はい、だからまあ、何事もちょっとやってみるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。で、ね、ただ、まあ、結論やることって、まあ、当たるかどうかは別として、まあ、この結果を手に入れた理由は何なのか、この結果を手に入れた理由は何なのか、やってみたと、トライしてみたと、ただそれだけですよね。多分、まあ、トップバスやられてる方の中で、なんだろうな、キャンペーンが出ても、あ、なんかやってんなで終わった人、スルーした人もいれば、実際にやった人もいればって話で、それが結果をもたらしてる、まあ、違いをもたらす結果じゃないですか。違いをもたらす結果かな。そう、どういう違いがあったのか、スルーしたのかやったのかっていうところですよね。はい、なのでまあやりましょうと。まあ何でもやってみましょうと、トライしてみましょうと。まあね、トップバズに関しては最近ですね、まあ報告いただいて、ちょっと規制が結構厳しくなりましたとかね、まあいう話も結構報告はいただいてましたけれども、まあ、ドリアカはトップバズのノウハウ入れてますけど、トップバズの塾ではありませんので、あくまでもあれは、補足の補足の補足みたいな感じですね。はい、まあ全てにおいて、まあ、全部精通するのが一言で、やってみましょう、トライしてみましょうと。リスクはそこにあるのかと。やらないリスクの方がでかい。じゃあこれ最後まとめましょうか。やらないリスクの方がでかくないですかと。人生を変えたい、収入を変えたいと思ったらトライするべきだし、ネットビジネスのいいところっていうのは、いくらトライしてもそんなに金銭的なリスクはありませんよね。まあ本当にこれね、去年も LINE の方でメッセージいただきましたけど、ネットビジネスを始めて借金背負いましたというような、意味がわからないご相談をよくいただくんですけども、意味わかんないですよね。そもそもネットビジネスって、資金ゼロで始めることができるのがうまみであって、なんで資金ゼロから始めるのに借金背負うのって話で、おかしいですよね。でそれって簡単に儲かりますよっていうのに釣られてるだけですから、ちゃんとやれば、お金がないんだったらね、別に情報を調べればいくらでも出てきますから、それでやればいいし、やるべきことはちゃんとトライしてそこに時間をかけるってことですね。そう、ちゃんとトライしてそこに時間をかける、練習をするとかね、まあ、当たり前のことを当たり前のようにやれば当たり前に結果が出るってことです。当たり前のことを当たり前のようにやれば当たり前に結果は出るってことですね。はい、じゃあなんか例えばよく最近なんだ、僕の名前が乗っ取られて、そのなんだ、メールの中にその誰でも億万長者みたいな LP の案内があったんですけど、誰でも簡単に億万長者になれるってことは当たり前ですか？当たり前じゃないですよね。そう、でもみんなね、夢そういうのが好きだから、そういうのに反応しちゃうのは仕方ないことかもしれないですけども、現実を見てください。現実を見ましょう。
そろそろ夢見ることも大事ですけど、現実が全てです。現実を変えない限り未来は変わらないです。未来を、ね、夢見ることは大事ですけど、現実を変えない限り現実は変わらないです。現実を変えない限り現実は変わらないし、夢も変わらないし、目標も変わらないし、結果も変わらないということですね。はい、ということで、トライしましょうと。トライです。はい、ではですね、今回結構面白い結果報告いただきましたのでシェアさせていただきました。で、実際にこの換金できてますんで、まあ、このなんだ、トップバズやられてる方の中で、まあ、今後またキャンペーンとかやった時にちょっとトライしてみてはいかがでしょうか。ということで、結果報告こちらで、この動画これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。